どうもアガポニです。今回はラスボスのラダゴンとエルデの獣をなるべく楽に倒す方法の紹介です。それでは早速いきましょう。はい、ではまず今回使っていく戦技ですが2つあります。乱撃と赤獅子の炎ですね。乱撃はこんな感じで L2 ボタンを押している間連続攻撃を出し続けるといった戦技になってます。でどの武器につけるかですが、つけられるものであればね、好きな武器で大丈夫です。強いて言うなら武器を2つ装備することになるので、2つ装備しても重量割合が中量級に収まるような武器にしておくとボスの攻撃が避けやすくなるかと思います。ちなみに私は元からこの乱撃がついている武器生贄の斧を使いましたね。この斧は敵を倒した時に FP が回復するという効果があるので、まあ、普段はね別の戦技をつけて探索時に使っているものなんですが、このラスボス戦においてはね有用だったのでこれを採用してます。ちなみに入手方法としてはリムグレイブエリアのモーンの城壁前から南西のここで夜だけに出てくる死の鳥を倒すことで手に入りますね。もう一つの赤獅子の炎は前方に扇形の炎を出すという戦技になってます。この戦技は単なる炎攻撃だけではなくて敵のダウンを取りやすいという特殊効果があるんですね。まあ何度かね紹介している戦技にはなるんですが、これがラスボス戦でも有力なものになってます。入手場所はケイリットエリアのここ祝福ゲウトリデの北付近にいるスカラベを倒すことで手にあります。で武器ですが、私は慈悲の短剣という致命の一撃の攻撃力が高い武器につけてます。この短剣に関してはねリムグレイブエリアのストームビル上で取れますね。今回ね致命の一撃は使わないんですが、私はもともとこの短剣につけている戦技だったのでそのまま採用したという感じですね。ここにあります。この2つの戦技を用意できたら準備は完了です。まずはラダゴンからですが、開始したらすぐに近づきます。するとですね棒立ち状態になるので、これを利用して一方的に殴りまくることができちゃいます。ただこの棒立ち状態、始まってすぐに近づいてかつしっかり密着した状態になっていないと成立しないです。なのでムービーが終わったら L スティック前方丸ボタン押しっぱの状態で開始早々ダッシュできるようにしておくと成功率が上がってくるかと思います。少しでもね近づくのが遅いと棒立ち状態は失敗になりますね。それと判定もシビアなので、近づいて棒立ちにはなったものの攻撃を始めた瞬間に解除されてしまう場合もあります。まあこうなってしまった場合はやり直しですね。うまくいった上で棒立ち状態への攻撃方法ですが、プレイヤーがその場から一歩も動かないことを維持する必要があります。例えばこんな感じで少しでもその場所を動いてしまうような攻撃をした場合、棒立ちは解除されてしまうので注意です。で一歩も動かないまま攻撃できる戦技として有用なのがこの乱撃ですね。この戦技であればねその場から動かずに L2 押しっぱで連続攻撃をし続けることができます。戦技として好きな武器につけてもいいですし、元からついている武器を使うでも何でも大丈夫ですね。ポイントはその場所を維持したまま攻撃できるという点なので、必ず乱撃である必要はなくて条件さえ揃えば他の戦技や魔法でも大丈夫です。で乱撃を使う場合ですが、 HP を半分手前くらいまで削ったら一旦攻撃を止めます。スタミナの問題もあると思うので、どちらにしろ一気に削りきれないとは思いますが、とにかくね途中で一旦止めると。この理由としては攻撃し続けてしまうとこんな感じでダウンを取ってしまうからですね。ダウンを取ってしまうと棒立ち状態は解除されてしまうので、必ず途中で止める必要があります。で15秒から20秒くらいそのまま待ちます。その後にまた乱撃を打っていくと、こうすることでダウンを取らずに攻撃し続けることができるというわけですね。で HP が最後の一発分くらいになったらまた止めます。ここで FP を回復してさらに位牌を召喚します。位牌としておすすめなのは HP 削り効果の戦技を使ってくれる黒き刃ティシーですね。でもう一回 FP を回復してから攻撃して倒します。倒したら事前に準備しておいた赤獅子の炎が撃てる武器に持ち替えて、戦技もすぐに撃てるように両手持ちに切り替えておきます。バトルが始まったらなるべくボスの後ろの方が安全なので、そこまで移動してからこの赤獅子の炎を撃っていきます。ボスがね後ろに下がったら微調整して下がった方がいいですね。でこの戦技をですねあまり時間を空けずに4発当てることができるとダウンを取ることができます。ダウンを取るとね致命の一撃が撃てるんですが、これね弱点に移動して致命攻撃をするよりもそのまま赤獅子の炎を連発している方がダメージ効率がいいので、そのまま戦技を連発していきます。基本
的にねこれの繰り返しで勝てるかと思います。ただそのためにはねこのボスの攻撃を最低限は避けられるようになっておく必要があります。というわけでここからは主な攻撃の避け方の紹介です。まずこの紫ブレス、これは横に回避するだけで後から来る遅延爆発を避けられますね。で羽を広げて砲弾を空に飛ばしたら横にダッシュですね。これは走っているだけで避けられます。口から火を吹いたら火炎攻撃の合図ですが、これも横にダッシュすることで回避できます。遠距離で剣が黄色く光ったら斬撃飛ばしをしてきます。これはですね最初の2撃がめちゃめちゃ早いです。なので1撃目を避けるタイミングで回避したらそのまま連打で2回ローリングすることで2撃目も避けられますね。その後にリレーをかけてね3撃目4撃目が飛んでくるので落ち着いて斬撃にぶつかるようなタイミングでローリングすることで回避できます。近距離で手に丸い光が出たら掴み攻撃をしてきます。これは当たる直前にローリングすることで回避できますね。で宙に飛び上がったらリング攻撃をしてくるのでまずロックを外します。で横にダッシュして出てきたリングをジャンプで飛び越えて範囲外に移動することで回避できますね。これはね HP が減って後半になるとこのリングが増えていくので増えた分だけジャンプ回避していく必要がありますね。ちなみにこの時はですねカメラをぐっと上の方の視点にしておくとリングの距離感がつかみやすくなるかと思います。前方に黒い弾を作って溜め出したら爆発攻撃がきます。これね近くにいると非常に見えにくいんですが、というかボスが巨大なので何が起こってるのかが分かりにくいんですが、近い場合はボスの後ろの方に回避することで避けられます。距離のある前方にいる場合は後方への回避になりますね。剣を振り上げたら切りつけてきます。一発だけ、二発止め、三連続といったパターンがあったかと思います。この攻撃はねモーションが大きくて避けやすい方だと思うので剣が近づいてきたら回避で避ける感じですね。剣で光の塊を作ったらその後連続砲弾が飛んできます。しかもね長いです。これがですね一番厄介な攻撃で非常に避けにくいです。これはダッシュや回避を駆使して避けていくしかないんですが、とにかくね効果時間が長いのでこれを回避している間に別の攻撃をされてしまうと避けきれずに力尽きる可能性が非常に高くなるという鬼畜攻撃になってますね。はい、まあだいたいこんなところですね。技の数がね多いんですが、最後の連続砲弾以外は慣れれば回避するのはそんなに難しくないものになってます。なのでこれらの攻撃の合間を見て赤獅子の炎を撃っていくという戦略になりますね。まあうまくいけばダウンが取れますからね。ダウンが取れれば相手の攻撃は止まって、さらにこっちの攻撃時間が増えることにつながるので、勝てない方はね一度試してみてもらえればと思います。最後に私が倒した時のものを載せておきます。この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。